アマテラス村岡の CEO レディオはいということで今日も箕輪さんに来ていただきましたお,お願いしますちょっとここまでね都市伝説ですごい盛り上がっちゃったんです僕都市伝説歴結構長いんでそうなんだ結構ガチあのもう中学校の時から関さんの本全冊買って読んでん読んで,で直木マンションを見てっていうので、うん、だから箕輪さんが出た時ええー さん呼ぶんやん俺でもさ本コア系なのよあ本当の、うん、いろんなこと本当の怖い話枠みたいなでなんか美濃アもうあのなんかビビってないで実名あげろみたいな、うん、とかイベントの後結構ツイッターで言ってた人いたんだけど、うん、俺の場合さマジでさ現在進行形で生きてる人たちの話してるから言えないのよ いくらクローズドイベントだって言っても。言っちゃいけない。あ、本当に言っちゃいけない。言っちゃいけないっていうか、本当に生きてるか訴えられると思うんだよ。なんかさ、他の方々ってさ、結構もっと巨大な話するじゃん。そか、嘘か、本当か分かんないぐらいの話する。未来人とか、宇宙人、宇宙とか。世界を操ってる。ディー・プステートの話とかね。それはさ、距離感的に多分大丈夫なんだけど、俺ちょっと近い人たちだから。 なんか悩んでんだよね<で>。<laughs> どうやってそのトークを展開してきたんですか。いや、だから。当日もう。いや、もごもごしてた <laughs> <laughs> だから申し訳ない、ファンの、直木マンショウファンの人は。いや、でも、すだから、丸山ゴンザレス枠みたいな。あ <laughs>、うん、そうだね。でも、これね、結構、もうね。結構、身を切る系だから、続かないと思う。だから、もし直木マンショウ、これからも、出るとしたら、はい、もうちょっと。 あの起業家ビジネス寄りのこのまま AI がいったら人間こうなっちゃうよねみたいな<ー>なんかまあ普通にそうなるけどうん、うん、みたいなそういう本コア系の人を実名でさらす系じゃない方にいかないと確かにそれだと先が知れちゃうっていう感じなんですねうん、うん、ガラシさんと同じことになっちゃう <laughs> いやでもすごいなということで、うん、まあ 僕たちもですねその日に直木マンションのイベントの日にですね自らという名前を変えましてめちゃめちゃいいじゃん。なんか大人の会社になったね。ありがとうございます。まさにちょっとイメージを刷新したいということでねしたんですけどリブランディングってあんまどうですか関わったこもちろんっていうかそんながっつりここのリブランディングやりましたとかって思って。 例は上がんないけど、うん、まあ周りの会社とか、ね、あよく聞きます。うん、<ー>だからでも珍しいのはさ、あのだいたいうまくいかなくなってリブランディングするで。<ー>でもあのフェーズを変えるため成長してるから。うん 新しい層を取るためのリブランンディグだからいいいじゃん前向きでやまさにそうなんですよねよりこう多くの人に今までずっと YouTube 知ってる人たちに対してみたいなとこあったんですけどその人たちも成長していったりある程度も離れていったりいろんなことある中でよりこう多くのところに認知科学コーチングを日本で当たり前にするみたいなところでそれこそニュースピックスさんとかそれこそゴーの三浦さんところあのこれあの ゴー,でやっゴーさんでこのリブランディングやってもらったので、うん、皆さんありがとうございますなんかさその多分誰よりも理解してると思うんだけど、はい、リブランディングすべきだし、うん、で成長するために必要だけど、うん、ここで落とし穴があるとすると。うん なんかそのとんがりとかが悩むよねでもこのとんがりを大事にしすぎると、うん、もう狭くカルト的になるしかないからいやー<っ>そこ今日まさに聞きたかったところで、うん、いわゆるちゃんとした会社っぽくというか、うん、あのちゃんとしなきゃいけない部分も出てきて、うん、でやっぱ売り上げ規模が増えていくと、うん、こういう。 事務作業っていうかいろんな部署の人が必要になったり人もすごい増えてくるんですね、うん、法律とかもちゃんと意識しないといけないとかなる中で X とかがなんか気軽に何かこれ食べましたとかよくないそれよくないよ大人になっちゃってんじゃんなんか 箕輪さんとかタワーズさんとかって自由でいいなとか思うんですっどいやいやでも僕やっぱり成し遂げたいことはあるのであれなんですけどこの今だから年商20億ぐらいから50億ぐらいのこのフェーズの代表者として箕輪さんこの間 X でポストしてたのが最近の経営者なんか。 ま、丸くなっちゃっててもうちょっと尖るべきだよなーみたいなの言ってた時に言ってたなんで思ったんだっけなあれちょっと聞きたいなと思ったんですよねいやそれなんか国光さんも溝口さんも言ってて<ー>今世界が大きく二分してると思ってあ、うん、あれで思ったんだあの田畑さんがうん、うん、あのー、タイミー<あ>タイミーの広報の人をなんか「やいのやいの」言ってた時に <laughs> 結局タイミングの小川さんんが謝ったじゃん <あー S 2> でも謝る必要ない <laughs> あんな金髪のやからのおじさんに <laughs> メルカリはだんまりで、うん、タイミーは謝った、うん、いやで結局どっちが正しい正しくないとかでいろんな意見あると思うんだけど、うんうん、結局俺はいかがしが勝ってしまうと今の時代なるほど、うん、立場的に、うん、そう失うもんないから永遠に 鉄砲を撃ちまくってう、ね、で失うものあるが上場企業とかの方は黙るか、うんうん、でたまに打ち返すともっとあいつらいや <laughs> でやって結局その謝る必要があるかどうかとかうん、うん、なんだとかっていうの関係なく SNS 上の指示が、うん、いかがよし側の方がつきやすい構造になってんじゃん。いやー 本当にそうでも別に SNS の戦いなんてくだらないからなしでもいいわけよ企業としてやるべきことやって大きくなって社会貢献して収益上げればいいじゃん。で割り切ればいいんだけどみんな今の時代 SNS とかいわゆる一般ユーザーとのコミュニケーションっていうのは無視できなくなっててその中であんまりお利口お利口しちゃうともうつらいでしょ っていう,ういやこれね、うん、マジででもタイムリーですねタイムリーだね <laughs> で今世の中二分しすぎて、うん、そのスタートアップとかってさもともとさもっとさ、うん、やんちゃだった気がするのああそれこそホリエモンさんリエモンさんリエモンの時とかそうだし、うん、それこそ、うん、まあいろんな事件を起こしつつも、うんうん、まあなんか でもそういう存在の方が若い人が憧れてそういう自由な革命家みたいなロックンローラーみたいなのがいいって言ってみんながスタートアップ起業家になりたいっていう時期があったと思うんだけど今のスタートアップ経営者とか起業家って憧れない気がするんだよね憧れるかなだったらささ炎上してもさ 逆にネタにしている光くんとかの方が若者は憧れちゃうんじゃん、うん、ブレイキングダウンとかそっちに確かにていうか真ん中じゃないその、うん、人によるけどね、うん、でもそっちの方がなんか面白そうじゃん構図的に SNS は、うん、特に X とかそれを楽しむ感じになってますよね、うん、だから偉くなったり大きくなったりすることによって、うん、まとも側に行っちゃうと、うん、いろいろ 大変そうだしいやでももともと <laughs> 僕もその普通の人出身なので、うん、ここでいわゆるこのリブランディングもしてちゃんとしていくぞっていうタイミングで、うん、それこそ「ニュースピックスとか出る人のご意見番側の人とこの代表の人ってこうやっぱスタンス違うじゃないですか。 えっと社長とご意見するこのコメンテーターみたいな例えば、まあ、肩書きが分からないでもっとの面さんみたいな人とああああ確かに普通の会社の社長とかがしゃべるともう社長って。 言い返せることとかもあまり言えにするのないよねだって立場があるからねそうなんですよそれが物理的にあるなって思っててあるよっだって俺絶対何も立場ないし、うん、適当だし間違ってたら謝りいいやって思ってるから <laughs>、うん、強いよねいやそうなんですよどっちがいい でも社会のために必要かっつったら社長だけで <laughs> その言い返したい場面も多分社長たちってやっぱそうですあんまりそれこそね孫さんみたいな人がねレスバトルしてたらめっちゃおもろいじゃないですか <laughs> 昔し,し,してたからそうなんだ知らないの<え>まあレスバトルほどないないけど、まあ昔もちょっと交流してたよね。いえでもなリエモンとないてどんなわけわかんない人にでもなカのみたいな あの人パワーすごいなと思ってど,どんな人にも平等に怒るでしょ最初っから怒ってるじゃないですかもう常になんか世の中に対してあれ逆にすげえなと思って別にさ村岡さんがまともな社長になることは、うん、いいことだと思うんだけどうん、うん、そうするとあのその。 大きいい会社パブリリッックな存在になるってうメト、うん、でデメリットは、うん、なんだろうなその会社のとんがりとか面白さとか色気みたいなものがどう表現していくのかって感じだよね。うん、ねねこれが B2B 企業の s a ズ s のさ <S、うん、<S なんか本当に関係ないとこだったらいいけど、うん、言って憧れられる存在って結構キラキラしてるとか勢いがあるとかうん、うん、なんか。 ある意味での危なっかかしさととも魅力だと思うのよ、うんうね、ゴーールビの時は、うん、それが完全になくなった時にプラス面と比較して、うんね、マイナス面はどうしていくのかって逆にどう演出していくのかだよねそのいかがしさを。いやでもやっぱこういう話題ってまさに最先端だと思ってて、うん、僕らもメディアの会議とかするんですけど、うん、えっと パブリックな方の、うん、えっの、と、PR と、うんえっと、メディアオ、うん、ンドメディアを同じブランディング部署なんだけど、うん、PR とメディアで分けようって思ってて確かにあそれが頭いいかもねやっぱ今までリーチされてないインテリの人とかはやっぱり、うん、あのピボ、えっとニュースピックさんとか新聞系のメディア、うんうん とか本,本だ、ね、これはもう PR 戦略になって、うん、オールドメディアのこの YouTube とか X の方っていうのはもともと僕たちの,そのファンというか何て言うん、か生き様を見せるというかルーティーンとか一日密着で。 今って別にそのじゃ車いいの乗ってるとか、うん、いいもん着てるから憧れだった時代でも価値観として変わってきてる中で、うん、じゃ若者たちが何にかっこいいと思うかっていうと、うん、それこそさこの間の話である世界観の話だと思ってて、うん、僕たちはどっちかっていうと仕事も一生懸命働く世界観を、えっと、あるべき姿として映してるんですね、うん、あのメディアとして、うん、こう生き方があるみたいな、うんうん、でそれを見せてるだけなんですけど、うん、そこを俺もこう生きたいって人たちが ファンにななってるね,なるほどねそれで言うとさその村岡さんだとか村岡さんの周りの幹部の人たちがある意味インフルエンサーであの表に出てコミュニケーション取ってた時代から多分コンテンツを作って作品として世,に世の中に出していく時代に変わるのかもね。なんかそれやっぱ強くてなんかさ「ブレイキングダウン」の社長のえと溝口一口さん。はい 業家代表みたいな感じじゃんもう訳わからんじゃんでも強そうですよね普通に強いしでもう結局「みぞ」っていろいろ言われるけど今回「ブルーファイト」っていう映画作って俺やっぱすごいなと思って映画をゼロから作って木林さんとかあの三木監督とか一流のああいうヤンキー少年系をやってきた大御所の人を捕まえてしかも セブンイレブンとかと組んで、ヤングジャンプとか組んでやるっていう、もう一流企業、真っ白ホワイト企業とちゃんと組む、それって多分作品だからできるんだよね。その溝口雄二朝倉未来、あのレベルなったあれかもしれない、でも少なくともブレイキングダウン個人の人とは取引しない人たちじゃなギリダメだしちゃみたいな。ほぼ NG じゃん。 作ってちゃんとしたものですよっていうのでホワイトとも組んでプロジェクトができるっていう作品の中でいくら殴り合ってもさいいわけじゃん現実に傷害事件起こしちゃ NG だけどだから作品として勝負し始めててだからゴール B も YouTube 動画もそうだけどコンテンツとして出した批判も来るかもしれないけど NG なことはないから社会に対してそれは評価なだけで。 だだから作作品を作ってくんだろうね映像作品という捉え方になってくる、ねうん、映像作品でも、うん、まあこういうのでも含めうん,、うん、なんかもうそのなんだろう SNS ってあまりにも流動的で突発的で、うん、だから面白いんだけどうん、うん、やっぱそういうリスク高いじゃん、うん、しっかりもう作品として世に問うっていう、うん、そうですね、うん まあその一応パブリックな感じで X とかには存在しようと思ってるんですけど、うん、あの例えばこういうふうに箕輪さんと絡んだりとか田畑、うん、さんと絡んだりとかっていうのはできるわけですね、うん、この動画の、うん、中とかではできるんで,、うん、でそれを世に出すことはできたりするっていうのと、うん、あとはうちの幹部陣が結構面白いメンバーがいたりするので、うん、まあそういう戦略を立て,ているんですよね。 飲んでる写真とかバックアップしてたらあいつやべえやつだなもうやみ落ちしたなみたいになると思うんだけどやっぱ作品として作ってもう善悪賛否両論含めガーシさんっていう人がここまでになったっていうことを本という形にパッケージングしましたっていうと10万部以上売れてそうすると十何万部だけどネットフリックスとかともあれって映像化できますかとかってまだ形にはなってないけど。 声はかかったり、本が面白かったっていうのは全然オッケーなわけで、うん、だからそういうことで、ね、いやーこれこのコンプラ社会においてのかなり希望的な話ではありますよね、うん、作品として、まあ、やる必要がない企業はほとんどだと思うけど、うん、自らみたいな、うん、本当に 2C の一般の人々を巻き込まなきゃいけない時は、うん、何かしら広報なんか 香ばしい広報活動はしないとつまんない会社だなってなるとダメだからいやもうマジでそうですねでそこってなんだろうストーリーだと思うので一つは僕ら自体がストーリーを作ってってるこの会社名変えたのも含めてそうだねこのストーリーと何を目指してるのかがあるのでそこへの物語っていうところで見せてるっていうのありますね。 いやーでもマジでそうですね、うん、だから PR とメディアでちょっと分けて、うん、そこはそうねメディアの方は大暴れしてただもう作品として出してるから、うん、賛否両論とか評価とかは自由だけど、うん、別にそのなんか生々しく炎上するとかっていうのはないんじゃない、うんうん、なるほど、うん、ちょっと X の方はちょっとあの生なんであれは気をつけていきたいといま 大丈夫だよ言う人限られてるじゃん田畑さんとかスアンとか <laughs> あのそんぐらいでしょ<や>ガレソとかっていうのは本当犯罪行為とか有名人の不倫とかレベルにならないと絡んでこないわけでなるほど大丈夫だよ、ま、田畑さんなんか言ってきたらすぐここに呼んでそうですね田畑さんの <laughs> このラジオあの使い取ったらっ <laughs> 1>, 1時間超えるぐらい喋ってる。見た見た。<の>しそうだったね、ラジオおじさんだからあのタさん。あの、ただただレギュラー化すると思いますあ、いいじゃん。はい、それでとりあえずあの人、いい人だから、はい、あの酒飲んだり、うん、ラジオやってる人のことはいきなりは言わないから。よかったです。<laughs> <laughs> <laughs> でもすごい っってると思たんで働き方のそうだよだから今さ昭和2.0みたいなの来てるじゃんいやまさにその山本浩二さんとかゾスゾスっゾスと田畑さんはもうだから武将ですよね当時の当時のとか明後日かあかなゾスと田畑さんと俺で YouTube 撮るよいやねかタバコ吸いながらハイボール飲みながら撮ろうとか言ってゾスやっぱすごい光通信の武将ですからねゾス体でけえからな やでもそれ大事ですねやっぱそういう体力とねだからゾス系もない時は大丈夫よゾスちょっとやっぱ挨拶しとかないとですねゾス呼べばいいじゃんゾスウィーワーク入れんのかなそんなギリの人なんですか QR コードとかできなそうじゃんああ怒られるかアナログってことですね対応してると思ういやということで今日はじゃリブランディングについてねあと社長としてのメディア戦略ということで 聞いてきました。非常に参考になりました。皆さん、ありがとうございました。ざ目覚めよ、日本人。